窓ガラスの曇りをすぐに取りたい時や、車内の空気を入れ替えたい時など、ちょっとだけ窓を開ける際にとても便利なのが、サイドバイザー。一般的に、ドアバイザー、プラスチックバイザーなどとも呼ばれるが、本記事内では、サイドバイザーに呼称を統一しています。今までは喫煙家が好んで装着していたが、換気の重要性が見直されて装着数が増えている。これがあれば、雨の日に窓を開けても雨粒が入るのを防ぎながら換気ができたり、喫煙者にとっても煙が素早く車外に出せたりと、一度使うと手放せない存在である。また昨今の3密を避けたいご時世では、車に乗る時にもこまめな換気は重要。特に複数人で乗る際には、走行中でも換気をするのが理想的なため、風の巻き込みが抑えられるサイドバイザーのありがたみが再び注目を浴びつつある。しかし、そのサイドバイザーが一体いつどんなきっかけでこの世に誕生したのか、それを知っている人はどのくらいいるだろうか。それは予想もしていない、とても心温まるエピソードから始まった。聞かせてくれたのは、創業者がサイドバイザーを考案して以来、長きにわたり開発からの全工程を一貫していっているという DNP 田村プラスチック株式会社の代表取締役社長阿部和夫さんと、副社長、営業開発本部本部長の桑鶴義弘さんだ。DNP 田村プラスチック株式会社代表取締役社長阿部和夫氏。 DNP 田村プラスチック株式会社代表取締役社長阿部和夫氏。時は昭和30年夏。日本は少しずつ敗戦の傷跡を癒しながら豊かな暮らしを手にしようと必死になっていた時代である。マイカーブームの到来はもう少し先だが、徐々に車の往来も増えてきた頃だった。創業者である田村新一氏は、名古屋から東京へ向かうために国道1号線を走っていたという。ちょうど神奈川県の湘南のあたりでスコールのようなひどい雨に遭遇した。と窓の外を見ると、急な雨に追われて軒先で雨宿りをしている母娘3人が目に入り、良き時代の親切心から車に乗せてあげたのだった。しかし豪雨で窓が開けられず、エアコンもない車内は4人が乗るとかなり蒸し暑く、窓も曇ってしまった。観念して窓を開ければ車内に雨が吹き込んでくる。母娘を無事に送り届けた後、新一氏は何とかできないものかと思案した。そしてはたと浮かんだのが、母娘が雨宿りしていた軒先である。そうだ、車の窓にもひさしをつければいいじゃないか。このひらめきが今では私たちのカーライフに欠かせない存在、サイドバイザー誕生のきっかけとなった。DNP 田村プラスチック株式会社副社長、営業開発本部本部長桑鶴義弘氏。 DNP 田村プラスチック株式会社副社長、営業開発本部本部長桑鶴義弘氏。その後すぐに、もともと自分で何か事業を起こしたいと考えていたこともあって、翌年1月には実用新案を出願し、アクリル板を曲げて成形するという製法で最初のサイドバイザーが完成しました。桑鶴副社長、現在は多くのメーカーが取り扱うバイザーだが、サイドバイザーという商品名については新一氏が名付け親だ。車の横に取り付けるものなので、サイドを日差しを表現する言葉として西洋の甲冑の目の部分を指すバイザーをくっつけた。それから65年が経った今も変わらず人々に親しまれる商品名というのも希少である。また風の巻き込みを最小限に抑え、
雨の日には雨の吹き込みを防ぎながら車内の換気や窓ガラスの曇りを取ることを可能にするという当時からの便利さも変わらない性能の一つ。しかしその性能をより突き詰め、安全性や燃費性能などが重視される時代の変化にも対応してきた結果として、初期の頃のサイドバイザーとはデザインや素材、製法などは劇的な進化を遂げてきたという。見た目はもちろんのこと、空力抵抗までも考慮されてデザインするサイドバイザー。初期の頃のサイドバイザーはまさに軒先のひさしといった印象で、窓に対して垂直に出っ張るような感じで装着されていました。装着方法も窓枠に挟んで取り付けるというものでした。それが現在は車のフォルムに寄り添うようにして、なるべく窓ガラスと水平になるようなデザインとなっています。というのはサイドバイザーは車が完成した後に取り付けられるものです。車は開発時にあらゆるテストをくぐり抜けて究極の状態で完成していますので、後から出っ張るものを取り付けるとやはり風切り音がうるさくなったり、デザインを壊してしまったり、燃費性能も悪化してしまうのが普通なんですね。昔はそれこそ車もうるさかったのでひさしでも構わなかったのですが、今は車が高性能になったのだから、サイドバイザーにもその性能を悪化させる要因を持たせてはならないと、どの自動車メーカーも厳しい基準を設けられています。それをクリアするために、自動車メーカーと一体で試行錯誤しながら進化してきたのが、現在のカーメーカー純正オプション商品としてのサイドバイザーです。桑鶴副社長、見た目には車のデザインに自然に馴染むようにスマートになり、カラーもよくあって上質な印象を受ける現在のサイドバイザー。今回改めてその効果のほどを確かめようと編集部で実験を行った。ライブハウスで使用する煙を使い、サイドバイザーありなしの状態で窓を少し開けた場合とエアコンのみの場合で車内の換気の状況を比べてみたものだ。映像を見てもらえれば、エアコンのみの場合と窓を開けた場合の差は一目瞭然。窓を開けると素早く換気が完了することがわかる。ただし、サイドバイザーがない状態では、風が車内に入ってくるばかりで乱気流が起こり、うまく煙が車外に抜けていかない。窓を大きく開ければ換気は早いが、それでは女性などは髪が乱れたり軽いものは飛ばされたりと、快適とは言えなくなる。サイドバイザーありの状況では、ほんの少し窓を開けただけで煙がスムーズに外に吸い出されていくのが分かった。これなら確かに雨や砂塵などの侵入を防ぎながら、素早く換気ができるはずである。創業当時とは違い、今ではほとんどの車にエアコンが装備されていますが、サイドバイザーの需要がなくならないのは、やはりこうした効果のおかげだと思っております。またお客様から、エアコンの風が直接当たるのが苦手なので、サイドバイザーがあって助かっている、というお話も伺っております。阿部社長、モータージャーナリスト、丸も秋越モータージャーナリスト、丸も秋越、車内の空気が外に吸い出され、外から入る風は肌当たりが優しくなる。まるで魔法のようなサイドバイザーの効果である。またこれから暑い季節になると、炎天下に駐車すれば車内の温度はかなり上がってしまうが、サイドバイザーの幅くらいで窓を開けておくことで温度上昇が抑えられるという。自宅など防犯上の問題がない場所でぜひ試してみたいものである。そしてこうした効果を突き詰め、性能を磨いて自動車メーカーの厳しい基準をクリアすることができるのは、創業当時から変わらず一貫してデザインから開発、製造まで内製体制を続けているからだ。
車内換気の重要アイテム、サイドバイザー誕生の歴史から機能を見直す。密閉回避で快適に。創業から現在までのノウハウがすべて蓄積されていることが、とても大きな強みであると感じております。開発、デザイン、製造まで、もっと言えば、成形のための金型も当社で作っておりますので、各部署での連携が取りやすいですし、修正やトラブルへの対処も迅速に行えます。なかなか一発で完成することはなく、何度かトライエラーを繰り返しながら作られていくものですので、やはり全工程が社内でできることは、納期までのスピードという点でもメリットが大きいですね、安倍社長。当社独自の取り組みとしては、自動車メーカーと一緒に開発をさせていただいておりますので、その段階でテストコースでの高速走行や風洞実験といった多くの評価というステップを踏んでいきます。一番ハードルが高いのが、やはり風切り音などで車の本来の性能を悪化させないこと。厳しい基準以下に抑えるということが求められます。そのため、コンピューター上での流体シミュレーションにより基準をクリアすることはもちろん、さらに良い提案ができるよう研究開発にも取り組んでおります。桑鶴副社長、納期はメーカーによって様々だが、一般的には発注から1年ほど、早ければ3から4ヶ月という場合もあるという。そうした短い期間で自動車メーカーの要望に応えられる信頼のおける製品作り、それができるのは、試行錯誤しながら積み重ねてきた知識と経験をしっかりと最新の製品に生かしているからこそと言えそうだ。さて、今社会も車も大変革を遂げつつある中で、未来のサイドバイザーにはどんな可能性があるだろうか。時期より喫煙をされる方が減ったことや、大気汚染の問題などもあり、近年はあまり車の窓を開けないことが一般的になっていたように思います。しかし、今回の世界的な外出規制などによって、CO2 排出量が激減したといったニュースが聞かれたり、密閉空間を避けるという観点から、私個人としては、再び窓を開けての換気、その気持ちよさが見直されていくのではないか、と感じております。そこに、サイドバイザーを通じて培ってきた高い樹脂成形技術や製造ノウハウが融合することで、大きなシナジーが生まれている。そうした中で、私たちがさらに魅力的な、皆様が望むような商品を提案できるかどうか、そこが今後の課題だと思います。桑鶴副社長、DNP 田村プラスチックとなってから培った技術とノウハウが融合することで、新たな製品が続々と生み出されている。2015年に大日本印刷株式会社のグループに入ってから、DNP 田村プラスチックのデザイン力、技術力は大きく進歩したという。目指すのは、未来の当たり前となる製品やサービスを創出して、暮らしやビジネスに新たな価値を提供することだ。それはもしかしたら、先進の印刷技術であるハードコート転写フィルムや刃飾りフィルムなどを活かした、思わず手に取って眺めたくなるアートのようなデザインのサイドバイザーかもしれない。あるいは車だけでなく、電車やバス、船などの窓ガラスにサイドバイザーがついたり、今は想像もつかないような機能が実現する可能性だってある。した未来のサイドバイザーやシナジーによって登場する新たな製品は、必ずや私たちのカーライフ、暮らしをもっと豊かにしてくれるはずだ。確信しつつ、まるで黒子のように車にぴたりと寄り添い、目立たないけれど大事な仕事をしてくれているサイドバイザーに、これからも注目してほしいと思う。DNP 田村プラスチックサイドバイザーの詳細はこちら。